あのね、これものすごくね、僕はね、あの良かったのはね、この硬さが良かったの。それはあったの、もともとね。ところが今度あの横にこう持ってこられたんだよね、はい、でその時こうやった時、はい、横から打たれるっていうよりも、はい、逆にこう打たれるっていうのをこうやって打っていくんだから、はい、真横に打つ人っていうのはいないんだから、はい、だからそしたら角度を変えてね、はい、その角度 に合わせてやった方がショックがより少ないんじゃないかなっていうのはこうしたんです。それと同時にね、やっぱりこの打った角度によってね、はい、その先生が指導できるんだよね。はいってこう上げて打った時、パッと打って、もっとまっすぐ打ちなさいって、ここに角度をここに考えてる、この通りこうパンと打ってごらんとか、はいはい、そういうこともできるし、それから打たれた方も痛くない。うん、そうですね。で、うん、子供たちはそれ狙ってパッと打っていく、そこの角度に合わせていくっていうね、そういう意識になってくるとよりベターかなっていうのは、そんな感じしたんだよね。私も子供を打たせたらやっぱしっかり見えました。そうでしょ、はい、ね、結構ね、打たした時にパッと見るとね、パッといいとこ打ってるとかね、いい角度で入ったなとかね、そういうことが分かる、ね、だからそういう意味ではこの角度をやったっていうのは非常にあの効果的、良かったって思いますよ。でね、指導者はね、やっぱりこういうの持ってるっていうのはね、一つにはね、うん、やっぱり指導するときにこういうのがあるっていうことでね、はい、心の余裕にもつながっていくんだよね。ああ、そうですか。うん、指導するときでも、はいはい、うん、こういうふうにして打ちなさいよと、はいはい、でどこを打てっていうよりもこの角度で打てって言った方が確実なんでね、ここのところ打ちなさいっていうよりも、はい、こういう角度で打ちなさいっていうふうに教えた方がより剣道の刃筋っていうものに関して正しく教えることができるわけね、うん、だからそういう意味ではこういうふうなものができたっていうことは非常に僕は良かったんじゃないかなと、発想は非常にいいと思いますよ、うん、ここのそう、そのね、このね、これがね、こうなってるかどうかって、この子がね難しいんです、うん、これがね普通こうなっちゃうんだよ、ね、そうするとね、これだとねパッとこう持てるわけ、こうやってこうなるでしょ、どうしても横からこう入っちゃう、こうなってると横からこう入っちゃう、これだってね、パッと上からね、パッと持てん、うん、それがまたね、いいわけですよ、うん、で、この回転がね、手首のこう、これが良くなってくる、うん、だから、これはね、一つの、これはね、そうですね、いいと思いますよ、うん、ただ熱いとかね、ナイスするっていうだけじゃなくて、やっぱりこの、あれのね、剣道のさ、やっぱ本質っていうか、刃筋を正しく教えるんだとかね、打ち方を教えるんだっていう、そういうためにはこれがあるっていうのは先生がとしても楽だしね、うん、子どもたちも打ちやすい、打つに努力する、うん、お互いの、気持ちがね一つになれるっていうことは非常に良かったなっていうのは、みんな指導者がね一つずつこう持つようになるよ、うん、まあ、でもね本当にこれあのみんなあの お作りになってね、僕はね、うん、はっきり言ってできてきたって感激したんですよ。